でさ、面白かったのがさ、親戚がさ、無駄に集まるのよ。はいはい。で、久々の親戚とかいるわけ。俺なんてもう全然会ってない親戚がいて、うん、俺ね、子供の頃にね、会うと絶対チンチンを触ってくるおじちゃんがいたのね。クソじゃん。そう、チンチンを握ってくるおじちゃんがいたの。なるほどね。で、今回久々に会ったら、うん、もう70過ぎてて、うん、ヨレヨレで、それでもう、ああ変わっちゃったのおじさんと思って、うん、あ、どうも久しぶりですって言ったらギュッてやってきて、ヨレ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 なのにフラ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 ってしながらギュッてやってきて、俺感動しちゃっておー、ね、マジかと思って、逆にね、もういいんじゃねえかっつってもう